本当に素敵な歌声、皆さんありがとうございます。チェリップはね、こんな風にチェリップ初めての方には関係なく楽しんでいただける素敵な楽曲歌っているグループです。初めての方もせっかくこうやって今日はこの場にいらっしゃるということで、チェリップのライブも楽しんでいただけると嬉しいなと思います。今日も最後までよろしくお願いします。 素敵な歌声聞かせていただいたんですけれども、次は皆さんの野太い声、そして女性の方可愛い声聞かせていただけると嬉しいなと思いますし、今ずっとこちら皆さんから見て右側でペラペラ喋っている私ミヨンの名前と、そして
横でいい感じで相槌を担当してくれています。まゆうの名前を呼んでいただくところ出てきますので、ぜひぜひ初めての方の名前覚えてこれでいただけると思いますので、呼んでいただけると嬉しい曲です。そして続けてもう一曲かっこいい曲、今日はね昭和と平成の架け橋的存在で呼ばれたと思ってますから、まあそういう感じの曲を続けて、平成なんだけれどもちょっとどこか懐かしいみたいな曲を2曲続けて歌っていこうと思いますので、皆さんそれぞれ楽しんでいただけると嬉しいなと思います。それでは今日の皆さんの声、この曲でもう一度聴かせていただけると嬉しいなと思います。聴いてください。 Again、 もう一度真実で夢の続きがあるから、思い出は欲しくない、行かないで行かないで、we'll be right back.
そして、みんなです。サーマータイムで歌った9枚目のシングルも残りわずかとなっておりますので、ぜひ紙面コップパンで皆さん、よろしければ手に取って帰っていただけると嬉しいなと思います。皆さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にね、今日まあ言ったら ゴールデンウィーク中ですけど、平日じゃ平日じゃないですか。月曜日だよね。月曜日ですかね。鳥取だとこんなに人集まらないんで、びっくりありがたい限りなんですけれども、本当にね、今日ここで歌えているのは、もう私たちだけじゃ無理ですよね。当たり前ですけれども、こうやって来てくださっている皆さんもですし、ライブハウスさんもね、お仕事ですけど、休日でこうやって整えていただいて、やることによって、 いただくことによって、やっと私たち歌えているので、本当に、まあ、改めてですけれども、感謝の気持ちでいっぱいです。そんなね、感謝の気持ちを込めて、今日は最後一曲、私たちの大切な歌を歌わせていただこうと思います。それでは、はい、チェリップ、今日最後の曲です。聴いてください。光る風の中のすべて。 夜空抜けて君に届けられるものには
ですね、チェリー君、ゴールデンウィーク中残りのライブは全部地元、はい、鳥取県でのライブとなります。皆さんいいですか、関西からだと3時間で来れますので。近いね、割と。近いですね。ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。もう他のお仕事が決まっているという方、またの機会に、ね、絶対決まってんだろう、ゴールデンウィークとか。もう決まってるか、またの機会にぜひまた皆さんと楽しいライブ過ごせることを願って、本日も皆さんありがとうございました。以上、鳥取から来ました、まゆです。りおんです。なりわすです。チェリー君でした。ありがとうございました。それじゃあこのまま昭和VS平成のトークコーナーが始まると聞いております。